MLB 大谷翔平でもまだ超えられぬゴジラの壁。エンゼルスの大谷翔平選手は、今シーズンも多くの記録を更新しています。打撃面では、打率3割4厘と44本塁打を記録し、OPS も22日までの時点で両リーグトップの 1.066 と、彼が球界最高の打者であることは間違いありません。しかし、まだ彼が破っていない記録の中でも特に注目されるのは、日本人打者のシーズン打点記録です。この記録は、松井秀喜氏が2005年に116打点を記録し、トップに立っています。実は、4位までのランキングも全て松井氏が占めており、大谷は2021年に46本塁打を打ちながらもわずか100打点で、松井氏の2007年の103打点に次いで5位につけています。松井氏は7月26日のイベントでどの方向にもホームランを打てる私とは全くレベルが違うパワーヒッターですよと大谷を称賛しましたが、まだこの大記録に挑む大きな壁が立ちはだかっています。打点はチーム力もあるからね。大谷の前にランナーがどれだけ溜まるかだからね。2割8分4厘ランナーなし、3割2分7厘ランナーあり、3割1分7厘得点圏。まるでランナーいれば打てるみたいな物言いだね。ヤンキースのプレッシャーの中でチャンスに打つのは大変すぎるだろ。松井の前は異常な高出塁率の打者揃いだったからな。セカンドゴロでも打点ついちゃうんだよ。ソロ谷ソロ兵だからな。エンゼルスだと前にランナーが出にくいからソロばかり。移籍すればツーラン以上が増えるだろう。松井がいた頃のヤンキースだったら大谷ももっと楽に打てるだろうな。松井が偉大とか徳光以外にも言ってる人いるのか。ちなみに松井のヤンキース時代の得点圏、950打数286安打3割1厘35本451打点。松井が今のエンゼルスにいたらどうだったのか。松井はまあレジェンドチームに所属してたからな。